皆さんに訴えかけたいのはたった一つです。桜井がいろんな政策を、まあ、公約はね一つですけれども、政策を打ち出しております。しかしその政策の根本はたった一つなんです。日本は日本人だけのものなんですよ。朝鮮人、クルド人、ベトナム人、フィリピン人、タイ人、こういった外国人のものなんかじゃないんです。それがね、分かっていれば、それが分かっていればね、桜井が何をするか、何をしようとしているのかというのは皆さんにも分かるはずなんです。ですから公約は一つだけにしました。今回の公約は外国人生活保護の即時廃止、これだけです。これは8年前に皆さんとお約束した公約です。この公約は都知事であればできるんです。必ずできるんです。あとは決断だけです。しかしその決断ができる人間いないですよね。小池百合子がやってくれますか？シナ人の女がやってくれますか？広島の安芸高田市で4件訴訟を敗訴して、で逃げ出したと言われてもおかしくないようなおっさんがやれますか？75歳のじいさんがやれますか？やれるのは桜井ただ一人なんです。それは気概です。今日ここで言うのも一つです。気概を持てなんです。私はね、君たちを信じております。おそらく明日ね、明日結果が出ます、まあ、その結果によってですね、仮にここで皆さんとお別れになったとしても、皆さんの中から必ず桜井の意思を継いでくれる人たちが出てくる。私はそう信じています。